オレンジでは今日から1週間 SDGs について考えていきます。 SDGs とは貧困や環境破壊など様々な問題を解決するための世界共通の17の目標です。この目標に向け県内の企業や学校などが身近にできることから取り組んでいます。今回は静岡市の会社が始めたプラスチック製のタッパー容器を使って社員を笑顔にする取り組みです。たくさんのプラスチック製のタッパー容器を社員が手際よく保冷バッグに入れていきます。午後5時、帰宅する社員がそのバッグを持って帰ります。やっときます。どうも、いただきます。タッパー容器の中身は静岡市内のイタリア料理店からテイクアウトした料理です。美味しそうですね。一食浮きました。なかなか食べれないね、お店の味ですから。開いた時にどんな料理かなっていうのが毎回ワクワクで。企業が週に一度飲食店の料理をタッパー容器でテイクアウトし社員に無料で配るハッシュタグタッパーイーツという取り組みです。持って帰って、そう、今日はタッパーイーツの日だよって言って、はい、あ、すごいありがたい、はい、いつもこういくつか考えなきゃいけないのが、やっぱ一品買っていただけるとやっぱ少し手間も省けますし、で週1回の月曜日がすごい楽しみです。ハッシュタグタッパーイーツは静岡市葵区の建設会社が今年5月から始めました。考案した専務の近藤さんです。新型コロナの影響を受ける飲食店を応援したいと思ったのがきっかけでした。そこで環境にも優しい方法を考えました。ゴミが増えてるっていうのをニュースで見たんで、あ、じゃあゴミなくせるタッパーに変えよう。で、そうすれば、まあ、容器代も減って、で、それが数十円かかるって聞いてたんで、で、利益に回してもらうのか、材料のクオリティを上げてもらうのかってやれば、まあ、みんなラッキーかな。これまでにおよそ2000食を社員に配りました。タッパー容器を使うことで包装容器などのゴミが大幅に減り、 SDGs の目標である廃棄物の削減につながります。また嬉しい反応もありました。従業員の家族の方からもいろんなこうメッセージのカードをいただいて、おいしかったですとか、また楽しみにしてますっていうようないろんないい声をいただいてます。本当ですね。タッパーイーツの日は家族と食卓を囲むために早く帰宅する社員が増え、残業が減ったといいます。こうした働きがいの推進も SDGs の目標の一つです。テイクアウトする店は毎回社員が選んでいます。今回は市内のイタリア料理店に社員およそ70人分の料理を注文しました。コロナで今度は飲食店がもうありったけのプラスチックだろうが何だろうがいろいろ使ってテイクアウトを始めて、ちょっとそれもゴミ問題とかちょっと気にはしてたんですけども、ぜひ参加させていただけたらなと思ったんですけども。また一度に決まった数を注文することで飲食店は食品ロスをなくすことができます。タッパーイーツ株式会社アースシフト様、ありがとうございます。先週ハッシュタグタッパーイーツは県のグッドデザインの特別賞に輝きました。社員にも地元の飲食店にも、そして環境にも優しい仕組みが評価されました。いただきます。発案者の近藤さんの家でもこの日タッパーイーツの料理が並びました。おいしい。
近藤さんはタッパーイーツを通して社員に家族と充実した時間を過ごしてほしいと考えています。お父さんが働く職場として、いやお父さんいい会社で働いてるんだなとか、そういうふうに思ってもらえる会社作りがまた少しできたのかなっていうのはありますよね。まあ、やってよかったなと思いますね。